さあ先方決まりましたか。よろしいですね。それでは三笠日本シリーズ2日目最後の種目となりました固定スリーオンスリー大会決勝戦始めていきたいと思います。 A 番台 1P 側マジジェットパーフェクトにどうでもいいです小川佐藤カリンチ上にザディシンチーム先方ザディシン先ほど小川先生になんかナチュラルに忘れられていた気がするんですけども先方で存在感を示していきたいところ対しまして 2P 側ザ・マロシチームマロシ小勝負金弟井の天宮ミレチームは先方マロシ小勝負金さあチームメイトにお荷物と言われながらも責任感持って責任持って優勝を果たしたいというヤクルトスワローズにね続いて優勝したいところですマドシポチョムキン。さあ決勝戦まず第1ラウンド、まあ、組み合わせ的に見ればポチョムキンもちろんきついですめちゃめちゃきついですとってもきついですでもヤクルト優勝パワーがどんかったマドシさんならやってくれるかもしれません。まあ佐藤ジョニーシンですからねまあ、現実的におっとこれ美味しいぞ美味しい現実ヒートナックルエクステンド何か引っ掛けたい。さあしかしもう芯に触られると下手に動けませんね。責任持って優勝させてくださいですねごめんなさい。あーっとかわいそうこっちの 25% 払ってんだぞって心の声が聞こえてきそうな気がしますか。ブリッツィールド、立ち合いすら、マイハイすら、ホークメイカー、ブルバッシュ、ここでバーストしよう。ロマンキャンセル、1、2の3、あさあ、ちょっとですね、ウトソバさんの視線が気になってしまいます、後ろから見ていると、うわー画面上、ビーク、ビーク、がむしゃらにつく、がむしゃらにつくのは疲れるよ、ブルバッシュこれはきつい。そして俺は知っています。この間マロシさんが61連勝でジョニーで61連勝、ジョニー気持ちいいですよ。もうすでに暗黒面ジョニーに押しそうな感じですがおしゃべきんで頑張っている。さあジャンディー危ねえバルチョシーズブルーバッシュブルーバッシュノーリスクと思いきやここですねデッドヒット。マイケイからブリッツイルド暴れはしません。ブリッツなんという強気のブリッツ。とにかくこれしかない。まずジャーディーデージがない。ここは捉えることができれば非常に惜しいぞ。マイヘスラー攻めの攻めの攻めのマイヘスラージャン S2K 足ブルマッシュうまい。これでもうホークメーカー封じとけ。ダッシュ投げが出ない。ラッキージャン S うわ意地でも投げる。投げなきゃ食えない。 AS ビークハンマーホールロマンキャンセル立ち系からハンマーホール出てしまったエースビーク。さあがむしゃらにつくこの体力の時厳しい。ビークビークビークだけでコンボが成立か。危ないうまい投げてやめろその爆声。そしてバーストうわあもう置き詰めに行く前からまあ爆声だろうなと思ってたんで言葉が出ましたね。ロボットなんかに頼ってるようじゃ空中投げはね、多分最後、ザビーさん、普通に、キンバーストの、折り際を狙ったんですけど、出ずに、バックステップしたら、ジャンファイスがそのまま持続刺さりましたね。ちょっと、かわいそうでした。さあ、そして出てくるのは、天宮さんのメディアとなります。イノは、まあ、きついでしょうよね、シーン。ここが大事ですね。ポチョムキンは本当にどこ出てもきつかったって790戦737勝ってやばくない。ちょっと待って700、800戦近く100負けてないんですよ。その負けを昨日だけでもう何試合見れたことかって負ける方が珍しいっていう。フォークメーカー最強の攻め。さあマイフィーは投げていく。まあ、もともとネット対戦、エクザードネット対戦が出てから、この強い不審の人誰だろうみたいなね、言われていました。これがザディさんだったんですね。画面端、落として、置き攻めは、そのまま通したが、バックステップ距離取って、ロマンキャンセル立ち合いさら2段目、下段から中段飛んできて、足払いがヒット、そしてタンデムさせて、キンバースト、そしてホークメーカー、フォローで打ちましたが、ここはちょっとね、キンバーストということで、着地まで無敵がありました。なので、ミリア側は攻めるのをやめようというところで、当たりませんでしたが、まあ、お互いに、ね、しっかり情報確認していた結果ですね。さあ、がむしゃらについて、一本選手はザリシン。ザリシンはもともとレモンスカイとかだった気がしますね。さあ、投げて、タンデム
ドアムと投げていく。2範囲すらブルーバッシュはまずいですよ。奥さん画面出し、あらやだ、減りすぎねこれ。ジャンプハイスだから、エンゲスビッグ死んじゃう。前ハイ、さあバースト増します。もちろん増します。フォークメーカー強すぎる。コパンで有利フレーム取りつつ画面出し、空中投げを狙います。もうすでに見切っているんで、それも今回空中投げ失敗。さあ展開が早いながらもしっかり見ている両者。フォークメーカーだーと、だったのはザ・ディシーン2盾。うわ髪長、それ洗うのに川の水何倍。いやー来ました、決勝戦先方大将戦ですね。弟さんの犬ちょっとね、イノは死に出たくなかったでしょう。あけどまあ真さえ倒せば弟さんと、そうですね、小川佐と、カニジョニーともに、いける雰囲気があります。まずここですね、先方のザディさんが高すぎる壁ですね。頑張りたい。さあ前 P からケミカル、まずはオフ攻め 2K から、さあ珍しくバーストを呼んできましたが、ここはバーストを打たず受け身からジャンプ S ビークドライバー吹っ飛ばして2敗すら、これはケミカルも単位木も多分進めます。かなり痛い。さあ投げていく中央、ライドバースト1振りから乗るか、打ち切ったジャンプアイスラー、バーストも辛いんじゃないです。バースト学生、これはキールキャンセル、下段じゃねえ、中段、下段だったらやべえ。あれがダメ出し、続いてジャンハイ強限、おお当たっている、ブリッツブリッツ、まあ、ああ何やってやばいぞ、死んでしまう。ビークドライバーまずい、まさかまさかの最大ダメでした。打ち切ってきました。分からせてやろうっていうね気持ちになる時があります、分かります。しかしこれは非常にまずい、死んでしまう。デンジャーはよろしくないぞ。ジャン前ハイ、画面端やめて、中段打つんでしょう。メジクが余裕がある、画面端投げれない。さあチャンスです、掴めるしかない。ホークメーカーから、わあホークメーカー強すぎる、ゲージなし。そしてブリッツ、エンエスビークドライバーから画面中央、厳しい展開、空中投げ、走って走って、悪気は前ハイ投げしか見えない。長谷川さんありがとうからの奥攻め、ジャンハイ投げ返し、勝ったのはサディシン、決勝3回で優勝となります。本日のニカマソ日本シリーズ2日目最後の試合、コテスリオスリー大会、マジェットパーフェクトにどうでもいいですチーム優勝となります。小川佐藤、カリンチ上にザリーシンチームに大きな拍手の方をお願いいたします。お疲れ様でした。ランクアップおめでとう。さあそれでは優勝チームの皆さんにですね、こちらコメントいただきたいと思います。マジェットパーフェクトにどうでもいいですチーム、メンバー小川佐藤、カリンチ上にザリーシンチーム、こちらの方にお越しください。準優勝となりましたザ・マロッシーもですね、この後写真撮影を行いますのでその場でお待ちください。では小川先生、小川先生、ヒーローインタビューじゃないです、優勝者インタビューです、こちらの方にお越しください。さあザディさん、昨日の不調からの大活躍となりました、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に良かったです。本当にワイアウトもう連日マスショットになりそうだったんで。でも後ろに本当強い人がいたおかげで結構はっちゃけていいよっていうアドバイスがもらってすごい気持ちが楽になったので、本当に2人とも本当にありがとうございます。いや、いいチームですね。さあおめでとうございます。じゃあ他のメンバーにも、はい、マイクの方渡してください。まだ抜けられます。スロースターターな2人をちょっとね、エンジンかけるのは本当に苦労しました。まあ、後ろが2人がね、あまりにもスロースターターでここまで来るのに大変だったよ、感謝してくれよなということでした。さあ優勝チームの小川先生、最後にインタビューお願いします。あ、はい、まあ、カリンチ先生の、まあ、言う通りなところは否定はできないですけど、まあ、でもチーム全体で見通したらちゃんと3人役割を果たして優勝できたと思うので、やっぱチームの勝利だというふうに思っております。まあ、またこの3人も頑張っていきますので、ギルティを盛り上げていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。というわけで本日の優勝チームはマジジェットパーフェクトにどうでもいいですチーム小川佐藤、カリンチョリー、ザリシンでした。おめでとうございます。
さあ、これ、それはですね、まず準優勝チーム写真撮影を行った後に、マジェットパーフェクトにどうでもいいチームの、写真撮影を行って、本日の、三河橋日本シリーズ2日目の全プログラム終了。